トルは微生物炉が、あの研究者の間でもあのこんな大きな生物を本当に維持できたんかと、あの古代にね、そういう疑問に追われてるほどの大きさの製鉄炉が僕の中では見つかって、でもあの言いましたように、この波状 の, あの壁から見ると、あの最低でも7回はここでやってるみたいやということなので、あのちゃんと維持ができたんだろうというように言われてるんですよね、はい、そういう製鉄炉がここに見つかって、でここがで、あのここの開通するよりちょっと前に見つかってね、で60年にここは遺跡指定になるんです。本当はもうベタッとした道路になるはずやったのが、遺跡として残したいと、そのためにちょっと高価にして、ああそうなん、もうちょっと掘り下げればこれを何かの形で見せられるようにしようっていうのでね、このこっからずっと高価にして、残したは残したんですけど、あとの利用がね、こういう状態で一向に利用がされてないので、あの残念ながら、あの使い道があるわなという気はしますけれども、それがね、使い道、交換したんか、うん、